子どもたちがあったらいいなを形にしました。岡山県内の小中学生が考えたユニークな作品を集めた発明工夫展が岡山市北区で始まりました。磁石の力で簡単に揃えられるスリッパです。作品展は子どもたちに発明や工夫をする楽しさを感じてもらおうと毎年開かれているもので、入選作品30点が展示されています。岡山県知事賞に選ばれたレスキュー枕くんです。枕の中に靴やライトなど避難グッズが入っていて、就寝時に災害が発生した際必要なものがすぐに揃います。こちらは足でめくれるブックスタンドです。こちらを足でドンと踏むことによってページがめくれるブックスタンドになっています。障害がある人や楽器を演奏する人などに使ってほしいと言います。不便に感じていることとかを解消してあげるためにいろいろ考えられている作品とかも多く見られますので、すごい優しい気持ちと言いますか、そういうものが作品にも現れているような気がしますね。また会場では子どもたちが想像するさまざまな未来を描いた作品を集めた絵画展も開催しています。作品展は9日まで開かれています。